まあ、仕事は実際は本当にこの有人宇宙施設の開発っていうのは日本全くやったことがなくて、人工衛星を初めて日本が人工衛星を打ち上げた頃にアメリカはアポロ計画で月に行ってたりとかするんですよ。それぐらい技術の格差があって、そこからスタートしたので日本は追いつけ追い越せってことで、もう新幹線の上にのどうにか乗ろうかっていう話で、設計コンセプトも全然違って、ミッションっていう目的を達成することよりもいかに人命というか安全を確保するかっていうことが大事で、僕がいくつか仕事をしていて驚いたことはですね、僕宇宙工学さっき言ったとおり専攻してました。もうありていに言うと僕東大で勉強してましたし、そこそこ自信もありました。やっぱりでもね、実際仕事をしてみると全然使えないかって、知識とか勉強したことが、あんだけ勉強したのに何やったんかなと思って、で仕事では全く使えないこととか、大学レベルの研究と実際の開発の差がっていうことが非常に大きくて、もう全然仕事ができなかったことっていうのはすごく驚きました。でどうしたらいいかなと思ったら、いやもう勉強するしかないんですよ。で僕は大きな勘違いをしていて、社会人になったら勉強しなくていいやと思ってて、早くなんかこう勉強 の日々から逃れたいなっていう思いもあって就職したかもしれないけど、でもね勉強しなきゃいけない、社会人になっても。でその時の上司にですね、何か知りたいことがあって誰に聞けばいいか分かるようにはしとかなあかん、要は全部の知識を全部自分の中に入れることは無理なので、これ分からなかったらこの人に聞けばいいなというふうなことが分かっていたらいい。で逆に考えると、ここはいじりに聞けばいいやんかっていう存在にならないと、チーム内の自分のこう存在価値ってないんですよ。なので存在感がどん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 日に日に薄くなっていく僕にとってみれば、知識を得ることだけじゃなくって、その知識どう活用するかってことがすごく大事で、チームで働くっていうこととか、チーム内の役割っていうのをすごく意識その時からするようになりました。で大変だったことなんですけど、僕ずっとロケットの勉強してたんですけど、急に仕事始まったら、いやあなた通信システムの開発頼むわって言われたんですよ。通信の今もそうですけど、通信システム僕はまあそんなやったことなくて、全く専門外、そんなんできないですっていうこともできたんかもしれないけど、まあ言われたし入って返事をしました。でそもそもロケットの研究してたけれども、結局僕は希望を打ち上げるってことが目的だったので、どんな仕事でも、まあ、それは目的と目標の違いやと僕は思っていて、どんな手段というかどんな方法があるかもしれないけど、目的を達成するためのやっぱ通過点で、目標って多分いろんな方法があっていうことを切り替えてそこでやりました。で、まあ、他もいっぱいいろいろあるんですが、はい。で僕はだんだん、僕はですね、真面目なので、まともに貢献できてない自分に給料が支払われるなんてありえないみたいな気持ちになってしまうんですよ。JAXA って税金ですから、税金に対する思いもやっぱ感じるわけで、なんかこんな俺にみたいなシューンってなっちゃうんです。で分からなかったら何でも聞いていいよって先輩には言ってくださるんです。だから僕はちょっと恥ずかしいんで、会議終わってから先輩、これ何どういう意味だったんですかとか、これどういうシステムなんですかって些細なことでも質問できるような状況で勉強してました。ただ、転機があって、2年目3年目になると変化していくんです。何かというと、後輩入ってきよるんですよ。入ってくるんです、もちろんね。そうすると僕が今まで何気なくしてた質問がだんだんできなくなるんです。ためらってしまうんです。なんでかというと、あいつあんなことも知らんのかみたいなっていうことで恥ずかしいじゃないですか。どうしよう、今度また質問もできへんなってなってくると、やっぱり自分で勉強するしかなくなるんです。でどうやって勉強するかっていうと、多分みんなが今、皆さんが今やっているであろう勉強とほとんど一緒で、計画を立てたりとかですね、図書館通ったりとか、英語の勉強したりとか、その数学や物理の勉強したり、もう全く学生のことと一緒というか、学生の頃やってたことしかできないし、僕にとっても。で知らないことを調べたり、ノートにまとめたり、どういうことか納得するまで考えたりとかっていうことをもう繰り返し、平日は仕事して、家帰ってから勉強して、土日も図書館行ったりとかしながら、まあ、そんな勉強をですねずっとやっていました。でなんとかその得た知識をですね、会議の場でこれはこういうことじゃないですかとか、いろいろ発言できるようになると、ちょっとずつ自信も持てるようになってくるんですよ。
しかも土日勉強したこととか使いたいじゃないですか、会議で。なんか別に勉強してきたからとは言わないですけど、やっぱ学んだことって話がしたくなるし、話が通じると楽しいし、でちょっとずつ自信も持てるようになってくると、もっともっと自分でいろんなことを知りたいなっていう感情になってきて、なんかこう少しずつこうなんか仕事に対して前向きになれた気がします。でいろんな仲間もいたので、仲間たちとももちろん人工衛星の友達いたり、ロケットの友達いたり、基礎研究やってる友達、まあそんな励まし合える友達もいました。で一方ですね、怖かったこともあって、宇宙っていうのはこう魅力あるようにも見えますが、基本死の世界ですね。人間生きていけないの でそういったものを作ってるっていう点においては、人の命を預かるっていうことで、宇宙飛行士の人とも一緒に仕事をしていたんですけど、この人が自分が作ったものに乗るんや、ちょっとでも穴開いたりとか計算ミスったらこの人死んじゃうんやみたいな感じですね。すごく怖くて、でベストなものも作ろうと思ったら作れるんかもしれない。こうやったらもう完璧なものを作れる。でもそれやるにはもう何十億かかるとか何十年かかるとかなってしまうと無理なんで、ベストは分かっていてもベタを選ばなきゃいけない時もある。当然リスク高まってるんです。そうするとそんなに乗って大丈夫なのかなって思ってしまう。今でも思ってしまう。実はこう思い出すとしんどいんで寝れなくなるんで、あんまり思わないようにしてるんですけど、今でも宇宙飛んでます。だからあの時のあの設計が今でも大丈夫なんかなって思います。なんとか飛んでるし、ニュースにならないっていうのはまあそういうことかなと思って、で実はその話を宇宙飛行士の人にしたことがあって、自分の判断に自信がない時があります、宇宙へ行くのは怖くありませんかって、開発担当としては非常に無責任な質問なんですよ。ほなしたらあかんの本当はけど、その時の答えてくれたことなんですけど、何も怖くないよと、不安なんか一切ないよと、開発担当僕は 100% 信じてるからねって言ってくれたことが衝撃的で、そんなに人って人を信じれんのかみたいなことに感動して、もっと頑張っていこうというか、本当にそういう仕事に関われていることに誇りを感じながら、やれんなと思って頑張ってやってます。で実際こうやって宇宙スペースシャトルに乗って打ち上がったのが僕の夢が叶った瞬間で、でまあ何でかっていうと、やっぱり自分の目的っていうのが一つ、希望を打ち上げるっていう目的を見失わずできたことで、生きてると目的からそれたと感じる環境になること多いんですよ。あれこんなんやるはずじゃちゃうかったのになってよくある。研究室がそうでなかったりとか、違うシステム担当させられたりとかあるんですけど、やっぱりなんかそれはそれなりに全力尽くして精一杯そこでやるしかないっていうことをやっていくと、結局目的にやっぱりつながっていくところがあって、まあそういずれどこかでつながるはずやと信じてやるしかない、でそういうことが大切なのかなと僕は思っています。はい、でこんな話すると、じゃあなんで先生になったんですかってよく聞かれます。もう100万回ぐらい聞かれてます。でそれに対して少し答えがね、これ言語化が非常に難しいので言えるところだけ言いますが、本当に宇宙開発の仕事自身は僕自身誇りに感じていたこともあるし、別に大きなミスしてクビになったわけでもなく、ミスもしたけど、でも充実感はありました。で僕自身が思っていた悩みっていうのは、こう社会に対してこれってどれぐらい役に立ってんのかなっていうのはやっぱり疑問に感じることもあって、自分だけが楽しんでるだけちゃうかなとか、社会全体納税者って書きましたけど、税金使っているような見合った成果出てるのかなとか、どこにどういう価値があるのかなって、まあ友達とも相談すると、いやいやもっと宇宙開発って100年後とか見据えてるんやみたいな、いずれ火星行くかもしれへんやみたいな話になるんですけど、いやそんな先のこと言われたってなとかも思いながら、本当に自分の中にこう釈然としない思いがずっとあって、とはいえ目の前に仕事があるので目の前の仕事をこなすことで精一杯やったりとかして、ずっとなんかこうありました。で自分のしたいことってもっと他にあるん違うかなと思ったり、もっと向いてる仕事あるん違うかなと思ったり、で将来がなかなか見えなくて、社会人になってからもずっとその悩んでいました。まあそれは苦しかったですね。でそんな
長期的なスパンではなくて、もっと自分自身が直接目の前でこうなんかこうに対して貢献できるような仕事もいいやろなと思ったし、今までの自分の経験も生かした仕事もしたいしなというのもあって、でそう思う気持ちがどんどん高まっていきました。まあ、そんなこと思ってた時に子供が生まれたんです。この右下うちの子供ですけど、可愛いですよね。その時僕が思ったのは、ずっと僕は自分自身が宇宙好きやし興味あるしロケット打ち上げたいし、そんな興味ばっかりでやってたけど、でそれ達成したゴールなんかなと思った瞬間に、子供の顔を見ると、あ、何やこれリレーやったんやと思ったんですよ。その時にあと思ったら手にバトンが握られてたみたいな、あれみたいな、徒競走のつもりやったのにとか思いながら、ほんなら僕この次の世代のためになんかすべきことあるかもしれないなというふうな思いになって、じゃあ今の自分にどんなことができるやろうと、で振り返ってみると自分のやりたいことばかりやってました。それはそれもすごく充実していたし、そのプロセスにおいて自分自身もすごくレベルアップというか成長もできたし、そういったことを伝えるような仕事っていうのができないかなと思いつつ、30歳を過ぎてると大体ね、転職とかね、中途採用の年齢制限とかいろいろあるんですよね。で30歳当時過ぎてましたから、こんな年で転職なんかできんのかなとか、いやこんなん言ってるけど目の前の仕事から逃げてるだけちゃうかなとか、いや後悔してしまうんちゃうかな、やり残したことあるん違うかなとか、なんかねいろんなことぐる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 こう悩んで悩む毎日でした。でその中からやっぱり一ついろんな仕事を調べた結果、学校の先生という教員っていうのを選択しました。ただその実行を移すってやっぱり勇気がすごく必要で、だって楽ですしね、ずっと同じことしてる方が。で当時家族もいましたんで、あ今もいるけど家族がいたので、その職業を変えるってことは彼女にもインパクトのあることで、当時茨城県に住んでたので引っ越さなあかんとかね、で彼女嫁さんは嫁さんなりのコミュニティがあってとか、いろんなことあってたけど、その思いも説明して、でも自分自身がやっぱり納得しながら生きていきたいし、こう騙し騙し生きていくのは辛いなともあって、である日、とりあえずやるだけやってみようと思った時にちょっと前に進み出せて、でそこからは自分で、学校の先生とか教員になるための仕事、勉強とロケットっていうか希望を打ち上げることの二足のわらじで、家族もいたので家族のことはちょっとだけやって、なんとか両立を頑張ってやっていくっていうことになって、で今に至っていますとか言うとね、生徒はこんなこと言ってくるんですよ。なんで先生になんかなったんみたいな、もったいないやんと言ってくるんですよね。何かなと思って、僕にはこの質問の意図が分からなくて、もったいないって何やと思って、何がもったいなくて何がもったいあるのみたいな。で多分学歴と職業の関係を言ってるのかもしれないなとかも思いながら、質問の意図がちゃんと聞いてもよく分からへんかったんやけど、いやもう僕はやりたいことやってるだけで、それにもったいあるももったいないもないんやねん、やることやるだけ、やりたいことやるだけですよみたいな、なんかもっとそんなにとらわれず自由にやったらいいのになっていう話をしています。で最後、社会にいても学び続けないといけないし、自分がどんどん変わっていくことに躊躇しなくていいんですよみたいな話を、しています。はい、で挑戦するってことって大事なんじゃないかなと思うので、その辺を話しています。はい、これぐらいかな。はい、っていうのはすみません、長くなりましたが自己紹介に変えて、僕が、皆さんの少し先をというかちょっとだけ先を行ってる先輩として、皆さんも多分悩むこともたくさんあると思うんですけど、社会人になっても悩みますからずっとどうしようかな、今でもどうしようかなと思うことたくさんありますけど、そこで立ち止まる勇気も大切だと思うし、突っ走っていく勢いも大切だと思うし、いろんなことを思うんですが、しっかり自分自身と向き合うってことを忘れてしまいたくないなと思います。はい。